これ表からここちょっと薄いの分かりますか。分かるでしょう、ここね、うん、こういうのをある程度乾いてから表から確認するともうちょっとこの塗った方がいいなとか見えてきます、うん、確かに、うん、おいスプレーをしましょう。もうね、完全に乾いてますから、ちょっとですね、すぐ乾くんですか。さっき薄かったのがここなんですね。だからここから見てみると、あ、確かに薄いなって感じするんですね。いきますよ、ここはもう単発で瞬間でブサッといきます。ほら、ね、ここもちょっと奥行きますよ。でももうこれ以上やるとやばいんで、ここ妥協点ですね。だいたいこれ4度塗りぐらいを薄めにやったんですけど、フロストはこのぐらいの方がいいかもしれないですね。はい、これでフロストは完了です。はい、で、まあもうすぐ乾くんで、これ次は何塗るんでしたっけ。緑、あ、違う、銀ブライトシルバーですね。基本的に、まあ、組み合わせは自由なんだけど、一応ベースとしてはフロスト系、いろんな色あるんですけど、塗った後にこのブライトシルバーって塗ることによってフロストの目的の色が出来上がる、メーカー推奨というか、うんうんうん、出来上がるんで、こうやってやるとちょっと早く乾きます。じゃあこの上にブライトシルバーいきますね。これ探していきますか。これはフロストよりは簡単です、色乗りやすいんで。なるほど、うん、やってみましょう。はい、どうぞ、うん、青塗ってあるところの裏打ちっていうかね、かぶせるつもりでね、いきまーす。はい、はい、あ、そう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 、はい、ちょっとあー、近いです近いです。塗ってないですこれ難しいっすな、まあ、難しいっすな、はい、はい、はいはいはい、思い切りが大事です。いいです、はい、ちょっと変わりますわここ塗りたいとするじゃないですか。このぐらいの距離でプッシュ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 と思い切りは大事です。でも近づけなければ、近づけずに早く動かしてれば絶対ムラにならないんで、うん、思い切りよくズバッズバッと大事です。こうやりますよ、ズバッ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 、はい、じゃあやりますか。嬉しい、思い切りが大事です。そうです、そうです、思い切りよく、はい、いいですよ。多分ね、力がないんです、指の親指の方がいいですわ。結構力いるんですよこれ、はい、風が強いですね。移動しますか、ちょっと風強いんで。移動しましょう、一緒、むしろエアコンの音うるさい、なんならうるさい、こんな風強いです。力がないんで親指で思いっきり押してください指、うん、そう、あ、そう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 、ね、そうそう、力がなかったです。こんな感じで全体いきましょう。じゃあ一応一通りある程度やったけど、当然見ると濡れてないとことか明らかに薄いとこって探せます。これはね、ここから裏からじゃないと見えないですわ。どうでしょう。そうそうそう、例えばね、そういうところを補充、うん、ああ、そう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 、うまくなってきました。天才桜井あらわるですなそう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 、はいはいはい、もうここは自己判断です。でここの判断は慣れていかないとダメです。でこれ身を誤ると、あ、うまく塗れてないとか色濃いもうそこはどのくらいっていうのがなくて、まあ、その人のセンスとか経験とか感、それによって培うものなんで、なそればっかりは仕方ないですね。本当に本当に持ちづらいんです。はい、そうですね。手ちっちゃいですから、なおさらしゃあないですね。これは。OK なら教えてください。いい感じなのでは、すっごく続き。あ、それはいいんですよ。これ表の傷なんで。あ、これ表の傷、うん、すごい傷。それはこれはね、このブツブツはカットした時にできた傷ですね。うん。うん、だからそれはあくまで保護フィルムの傷なんで。うん。まあ、うん。ここは塗料をやたくさん数をこなすしかないですね、こればっかりは。なので自分で何枚もやることによって仕上がった時に、あ、これ薄かったんだなっていう経験の蓄積とか考えによって仕上がっていくので、
この2つ完了です。じゃあこのマスキングを剥がしていくんですけど、そのこれは中でまたコツとかあるんで、中でやりましょう。あんまり厚塗りしてあるところとかっていうのは、例えばスプレーの表面が固まってても中がまだ濡れてたりとかあるんですね、厚塗りになっちゃうと、だからそこマスキング剥がすときにそれ想定しないとにちゃっとこうついてきたりとか、境目がビリビリってなったりとかってこともあります。まあそのあたりもちょっと解説しながらやっていきましょう、はい。